ねえねえマリサ、日産フェアレディ Z に新たにニスモバージョンが追加されたわよ。みたいだな、405馬力からブーストアップで420馬力に。旧速 AT、ニスモ専用エアロで完全武装だ。ノーマルが540万円に対して約400万円アップの920万円。いっそのこと、区切りのいい、1000万円にすればよかったのに。2023年9月現在、受注は停止してて納車待ちは最長で5年。なのに新型が発表されるのってなんだかなーって感じよね。円安で生産調整して新型に随時変更されるみたいだからいいんじゃないか？まあ、寂しいが一般庶民には関係ない話だな。ところでフェアレディ Z のご先祖様を知ってるか？知ってるわよ。フェアレディ Z なら任しといて、1969年に発売された S30 悪魔の Z よね。かっこいい。そうだな、そしたら S30 のご先祖様は？S30 がご先祖様でしょ。フェアレディ Z のご先祖様は確かに S30 だが、Z がつかないダットさんフェアレディもあった。ああ、オープンカーのフェアレディね、SR311 って言うんでしょ。赤い色がよく似合ってる。その派生車で、こんなのもあったぞ。目力がすごいわ、エレガントで綺麗ね、なんていう車？1965年に発売された初代シルビアだ。これが初代シルビア？驚きだわ、シルビアの歴史も古かったんだ。この頃の日産のデザインは素晴らしいわ。各車のルーツをたどっていくと新たな発見があって面白いわね。そうだな、SR311 の前はフェアレディ1200。そしてその前は白に赤のツートンカラーのダットサンスポーツ1000。さらにその前にはダットサンフェアレディの源流となる1952年に発売された戦後初の国産スポーツカー、ダットサンスポーツ DC3 があった。ほとんどクラシックカーじゃない。当時はスポーツカーどころか自動車自体が高価で手が出なかった時代だから、スポーツカーを本気で売るというよりは将来を見越したプロモーションの意味の方が強かった。少数のお金持ちは買ったのかしら？普通のお金持ちなら高性能な外車を買ってるだろう。普通そうよね。1952年だから終戦から7年しか経ってない時期に、スポーツカーを作った日産は今ではなく将来を見据えていた。話をまとめた片山豊ってすごい人だ。片山豊氏？ミスター K、Z の父と呼ばれたブレない男片山氏だ。彼はブランド力を上げるには儲からなくても良いスポーツカーが必要の持論を持っていた。そして彼は後に S30 フェアレディ Z を誕生させた。日産のスポーツカーの源流歴史だ。知っていて損はないぞ。それじゃ現在も Z や GTR を生産している日産は片山氏の思いを忠実に引き継いでるってこと？いやー、それは返答に困るな。現在のフェアレディ Z を知る意味でも日産のスポーツカーを知る意味でも詳しく教えてちょうだい。了解、それでは今回は日産のスポーツカーの原点、ダットサンスポーツ DC3 ダットサンスポーツ1000ダットサンフェアレディ1200についてゆっくり解説していきます。それでは早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。1952年1月日産は2ドアのオープンカーを発売する。その車は戦後初となる国産スポーツカーで社名はダットサンスポーツ DC3。当時の国産車といえばプリンスセダン、トヨペット SF、ダットサンセダン、三菱がカイザーヘンリー J のノックダウン生産をしていたぐらいだった。ダットサンスポーツ開発のきっかけはスポーツカーに憧れる日産の若手エンジニアたちが業務終了後に集まり手作りで作り始めたのが始まりだった。いつの時代でもどんなことでも最初は熱い情熱を持った人たちのエネルギーが時代を動かすのね。トラックのシャーシー、エンジンを有用し4人乗りのオープンカーの試作車を作り、テストを重ね改良し草レースに出場。この試作車のことを知ったミスター K フィーカーの父こと片山豊氏が会社に掛け合いスポーツカーの正式な生産が決定する。情熱が会社を動かしたのね。この頃の日産って元気があったんだ。トヨタは55年に純国産の初代クラウンを発売、片や日産はスポーツカー戦略。当時のトヨタと日産は対照的だった。フォードはセダンダットサンスリフトのシャーシーにダットサンデラックスセダン DB2 の 860cc エンジンを搭載した4人乗りのコンバーチブルとして発売する。フロントフェンダーが分離式だからクラシックカーっぽく見えちゃうね。フロント周りのデザインは戦前からあったデザイン。一時期は各メーカーほとんどがこんな形だった。フロントウィンドウは前面に加灯式。イメージはイギリスの MGT シリーズを手本にするが、あくまでイメージで完成度は遠く及ばなかったらしい。そりゃ、最初は何でもそんなものよ。それよりも発売したことが素晴らしい。生産期間は54年までのわずか2年間で生産台数は限定50台だったが販売台数はその約半数だった。
エンジンは直四サイドバルブの 860cc で最初は20馬力だったが最終的には25馬力までパワーアップされた。ミッションは3速 MT、駆動方式は FR、最高速度は70キロ。運転席は4連メーターで雰囲気はあるわね。ボディサイズは全長3510、全幅1360、全高1450、ホイールベース2150、車両重量750キロ。サスペンションは前横置きリーフリジット、後ろリーフリジット。販売価格は83万5千円。当時の大卒初任給が3000円に届かなかった時代だからすごい金額ね。乱暴に言うとセダンの屋根を取っ払って2枚ドアにしたなんちゃってスポーツカー感もあるが、当時としては大いに注目され、日本の自動車史に大きな一歩を刻んだ1台だった。そして1954年に生産は終了する。その後3年間の沈黙の後57年11月に日本橋三越デパートの屋上で行われたダット3展示会で、オープン4シーターのダット3スポーツ船 S211 が発表された。デパートの屋上で展示会だなんてどうやって車を上げたの？そっちの方が気になるわ。翌58年の全日本自動車賞に量産型を展示し、59年6月にようやく販売が開始される。外観を DC3 と比較するとすごくスポーツカーらしくなったわね。全体的に丸みを帯びたデザイン、この白赤ボディは日の丸？全体が丸いのは FRP ボディの強度を上げるため、ロングノーズのボディはイギリスの MG モーリスガレージのデザインを参考にしたと思われる。シャーシはダット3キャブライトを有用し、エンジンは4ドアセダンのダット3線と同じ。直四 OHV1000cc の C 型エンジン34馬力と軽量な810キロのボディと4速 MT で最高速度は115キロ。夢の時速100キロオーバーね。そしてユニークなのはボディ、当時、新素材として注目されていた FRP 繊維強化プラスチックをなんと採用する。全長3985、全幅1455、全高1350、ホイールベース2220、販売価格は79万5千円。FRP ならボディデザインはしやすかったんでしょうね。リアフェンダーの造形は美しいわ、けど強度的には弱かったし生産性も悪かったんじゃないの？生産期間は約半年、生産台数はわずか20台と言われ、アメリカに輸出され、挨拶代わりにショーで展示され評判も上々だった。市場調査として試験的に販売されたと考えた方が正しいかもしれないわね。1960年1月にはマイナーチェンジし、問題だった FRP 製ボディを普通のスチール製としたダット3フェアレディ1200SPL212 を発売する。やっとフェアレディと呼ばれるようになるのね。ちょっと、社名を間違えてるわよ。フェアレディになってるわ。フェアレディでしょ。いや、これで合ってる。最初はフェアレディだったんだ。形式の SPL212 の意味は S はスポーツ、P はパワーアップ、L は左ハンドル、200はベースのダット3セダンの200系から、10は乗用車、2は2型の意味。フェアレディは当時の社長、川又勝次氏がミュージカルマイフェアレディに感動しこの名前を付けたのよね。この話は有名だわ。意味は貴婦人。このモデルは北米専売モデルのため左ハンドルのみの生産だったが一部国内でも販売された。シャーシーは前作 SPL211 のキャリーオーバー、エンジンは310ブルーバードにも使われた直四 OHV1200cc の E 型エンジン48馬力。4速 MT でスチール製に戻った重量増のボディを最高速度132キロまで引っ張った。サスペンションはアメリカの道路事情に合わせて前はダブルウィッシュボーンとションバー、後ろはリーフリジット。ボディサイズは全長4025、全幅1475、全高1365、ホイールベース2220。そして、60年10月にはマイナーチェンジでさらに圧縮比をアップし60馬力にパワーアップした SPL213 を発売する。横から見ると優雅なボディラインが美しすぎる。SPL213 は62年まで生産され、2代目の本格的スポーツカーフェアレディ1500にバトンタッチする。生産台数は約500台。57年のダット3スポーツ船から65年のダット3フェアレディ1200まで足掛け約8年かけ。北米のスポーツカー市場を研究した結果が2代目ダット3フェアレディ、初代フェアレディ Z に生かされたことは間違いない。販売期間の割に販売台数は少なかったけれど、この影の苦労が、フェアレディ Z で開花したんだ。日産のスポーツカーの礎を築いた名車だったのね。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルが面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではでは。